せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆいカフェのゆかです。今日はこの秋の毎日メイクっていうのをやってみようと思います。で、喋りながらやっていく Get Ready With Me なので、今日はね、結構パープル中心だったりとかブラウン系で秋っぽさを出してみたりだとかっていう風な工夫をしてみたので、で、乾燥が気になる季節なのでちょっと潤いがあるメイクをしてみました。なのでその点チェックしてみてください。はい、それではメイクアップしていこうと思います。今、日焼け止めはいつものアネッサのを使ってるので、それを塗ったところです。で、あとカラコンも入ってます。で、結構最近カラコンについての質問がすごく多くて、今度カラコンのご紹介っていうのもしていこうかなと思います。それでは、今日はもうすぐ出かけなきゃいけないので、喋りながらメイクアップをしていきます。で、最初にね、ブラシを購入するの忘れてしまったので手でやっちゃうんですけど、ブラシがある皆さんはちょっとちっちゃめのブラシでこれを使ってみてください。これはハニュルの、これね、おまけでもらったんだけど、実はハニュルカラー&カバーコンシーラーパレットっていうもので、なんか売ってるのかわかんないけど、このクッションファンデを以前買った時におまけでついてきまして、で、この一番ここの左のカラーをつけていきます。あまりこの目の下に塗っちゃうと、この小じわに時間が経ってちょっとお化粧が崩れてくると、小じわがね、目立ったりしてきちゃうので、あんまり厚めに塗らずに、ここを本当に軽く塗ってあげてください。で、あとはこの小鼻周りと、あとはニキビとか、最近ちょっとあんまり寝れてなくて、クリーニングの準備とかで忙しくて、なのでちょっと肌が荒れてきましたこんな感じかな、うん、で、この緑のはちょっと赤みが目立つ部分にのせていきます。頬のあたりとかね、そしたらこのハニュルのカバーファンデーション2号の21号、パサハンピンクっていうお色のものです。顔全体に塗っていきます。で、これの良さはね、以前言ったかもしれないんですけど、結構マットなんですね。で、なんか最近私お肌はマットで、こうちょっと、持続力のある感じのお肌に仕上げてから、やっぱりツヤ出したいとこだけ結構ツヤがよく出る Tikとかで手を出すのにハマっていて、前は結構潤いのあるクッションファンデじゃないとあまり使ってなかったんですけど、最近はちょっとマットタイプにハマっています。で、これからの季節ちょっと乾燥しやすくなるので、多分秋冬用に多分もう一個クッションファンデは用意しないといけないなと思っています。でも今ぐらいの季節だったら全然それは使えるのでおすすめですよ。で、あんまり崩れないし、崩れてもいい感じにいい感じに崩れてくれるので、そしたら、さらにこのイニスフリーのノーセバミネラルパクトで小鼻周りとか T ゾーンだけ押さえていきます。そしたらシェーディングをしていきます。アイムシェーディングパレットの SD01 のお色ね、このこっちとこれを混ぜて輪郭を整えていきます。さっきのこの2つの色を混ぜてノーズシャドウを入れていきます。ね、ハイライトは最近私がハマってるスティックタイプ 3C のスタイルナンダーブライトビームスティックっていうものを使っていきます。で、こうやって塗っちゃうと結構ダマになっちゃったりするので、指にこういう風に取ってあげて、ツヤを出したい部分に、見えるかな、のせていきます。おでこがちょっと丸く映るように。鼻はね、結構塗りすぎるとテカテカになるから、この辺を意識してのせています。
から眉毛を描いていきます。いつものファッション BR301 のものですね。マスカラも塗っていきます。眉マスカラね。そしたらアイシャドウを塗っていくんですけども、このピアノ7番モテ魅力たびたび登場するこの色でちょっと奥行きを出してから他の色味を乗せていきたいと思います。この目尻の部分をちょっとこう上げてあげるのがポイント。ちょっと秋っぽさを出すためにブラウンカラー強めでいきたいんですけど、このナンバー108番モノアイズのグレーディーグレムっていう色を前と後ろだけ塗っていきます。前と後ろだけちょっとだけキラッてする感じ。そしたら真ん中にこのモノアイズの S27 スティームピンクをのせていきます。っていうのは今日はねちょっと唇を紫パープル系にしたいので、ここでちょっとパープルの色味を少しだけ真ん中だけにのせていきます。あ、こんな感じ。目の下にもちょっとだけ奥行きを出すんですけど、それはこのイースフリーの29番のアギチル、いや、チンダレっていう色を目の下にちょっと塗っていきます。こんな感じ。ではチークはね今日ちょっとこの口紅でやってみようかなと思うんですけど、これがマキアージュトゥルールージュの PK726 のお色です。これも手に取ったら、ちょっとねこの辺は今日はツヤを出したいんですね。なのでチークよりも口紅でやっていこうと思います。ほんのりやっていこうと思います。でパープルがね私に似合うかどうかちょっと今不安なんですけど、まず軽くアイラインを引いていこうと思います。で今私マツエクしてるので本当に目尻と目頭ちょっと、すーちゃんが今すごい気をつけてくれて、本当にちょっとだけ。ラストのこの間買ったピアの5番のガールクガガールクラッシュっていうのなんですけど、これねがっつり塗ったらめちゃめちゃ濃くなるんです。あえてこれをがっつり塗らずに薄く塗ってみようと思います。うん、思ったよりも悪くないかも。こんな感じでちょっとだけ内側にもう一回重ねたら、今日はこのマキアージュの RD406 エッセンスグラマラスルージュを唇の真ん中に塗せてちょっとぷっくり感を出したいと思います。どうですか？こんな感じの簡単秋毎日メイクで、それでは皆さん楽しんでいただけたでしょうか。今日は秋にぴったりな毎日メイクっていうのをやってみました。で決して難しくないので皆さんもぜひ試してみてください。こんなメイクが見たいよとかあったらコメント欄でリクエスト待ってます。インスタグラムとツイッターのフォローもよろしくね。チャンネル登録もお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョッ。